飯時々旅の佐藤です。今回はシャコタン半島の付け根にある港町岩内町を目指してドライブに行ってきました。途中に貴重などで美味しいものをいただきながら、目的地では美味しい海鮮やスイーツをいただいてきます。美味しいものを食べたい人はぜひチャンネル登録高評価をお願いいたします。北海道の美味しいものを食べ歩いています。チャンネル登録をお願いいたします。本日はとある休日、本日向かうのはシャコタン半島に位置する岩内町。日帰りでは何度も立ち寄ったことがありますが、今回は1泊2日です。夜は先日ご紹介した高島旅館さんに宿泊するので、早めに到着し町内散策もしたいと思います。札幌から余市まで高速で約1時間走り、下道に降りて進むと、まず最初の立ち寄りスポットが見えてきました。すごくいい場所にあるので、いつも寄ってしまいます。今日は購入したいものもあるので、ここでちょっと一休みしていきます。それがこちら、きのこ王国さん2期店です。何があるのか看板一つでわかるネーミングがいいですね。季節によって置いているものも若干変わってきます。入り口にある食品サンプルに早速目を奪われます。別動画でいろいろ食べた動画もあるので、よければ参考にしてください。お土産館、レストラン、美味しそうなソフトクリーム。まずは目的のものを購入するので、お土産館へ入ります。新鮮で美味しそうなキノコがずらり。キノコ王国は大滝にもあり、そちらが総本店になっているということでした。キノコ王国といえば、北海道各所でも見かけるこちらのナメタケ、ずらりと並ぶ圧巻のラインナップです。こちらで出会うまでは、ナメタケにこんなにいろんな味の種類があるとは知りませんでした。毎回新しい味を購入する楽しさもあります。相方が今回初めて購入するのは赤辛味噌ナメタケ、絶対美味しいでしょと言いながらカゴに入れていきます。この小瓶3つで1080円と購入しやすい価格。ウニのナメタケ以外であれば、他の種類との組み合わせも自由です。そして私が必ず購入するのはこちら、カツオニンニク。これが食べたいがために立ち寄るほど大好きです。このような食べきりサイズのナメタケもあるので、お試しにちょうどいいですね。今回出会ってしまった新たなお気に入りのご紹介です。スープやお茶ゾーンに目を奪われていきます。汁物好きな私、試飲があったので早速いただきました。こういった試飲は最近見かけなかったので久しぶりです。いただくのはこの椎茸スープ。キノコ王国なので、ここはやはりキノコを選択します。ちなみにこの椎茸スープ30袋入っているのですが、美味しくてご飯のおつゆと一緒に飲んでます。椎茸や胡椒でしょうか、入っているのが見えます。これ私の大ヒット、少しスパイシーで、一口飲んで購入決定です。30袋入っているので2袋購入しようとしましたが、相方に止められたので、今回は1袋の購入にしました。今回初めて見ましたお酢を使用した飲み物、こちらも試飲させていただきました。普段食べたいものを食べている我々、少しでも体に良さそうなものを摂取して気をつけたい年頃になっています。健康だけではなく、コレステロール値の改善も見込めます。このような試飲が楽しめるので、ついあれこれ購入してしまいます。今回購入した後、レストランに向かいました。この後食事の予定があるのですが、素通りできません。以前こちらでついつい食べ過ぎてしまったことがあったので、今回は小腹を満たす程度に食べます。見ると食べたくなるレジ横商品、いつものごとくあれこれ頼みたくなるのをぐっとこらえて注文です。今回はこちら、ここに来たならやっぱりこれ、看板メニューのキノコ汁、110円という値段です。相方が注文しましたが、いい匂いにつられ最初の一口を頂戴しました。なめこやしめじ、しいたけなどキノコが盛りだくさんです。器自体も大きいのでボリュームも満点です。だしも効いていて非常に美味しいです。ここに来たら必ずと言っていいほど注文してしまう一品です。朝ごはんを食べてきていなかったので、肉肉しいものを欲した我々、大ぶりの焼き鳥を購入です。豚串大好きな私は、たる前湧き水豚串、きつめの塩コショウが私好み、油に甘みもありました。相方は豪快な鶏串焼き。鶏肉っていつでもお腹に入っちゃうと謎の発言でペロリと完食です。キノコ王国を出発して車で進むこと約30分、共和町に入ってきました。
高島旅館さんのチェックインは15時、お昼前に岩内町に入りご飯を食べていきたいと思います。この静寿司さんよく行かせていただいておりました。岩内町到着です。まず最初にやってきたのは中通りにあるボタン食堂さん、万代にあります。昭和20年創業の老舗のお店です。店内に入るとノスタルジックで居心地の良い店内の雰囲気が最高です。仕事のお昼休憩の常連さんたちが続々と来店してきました。メニューはそば、うどん、ラーメンのほか定食も豊富。常連さんが注文していたオムライスなども気になりますが、岩内町の名物ラーメン天ぷらラーメンをいただきました。相方はこの塩ラーメンです。大きなエビの天ぷらが乗ったインパクトの強い一杯。昔はエビ天ではなく野菜や魚介のかき揚げだったそうです。透き通った透明なスープにエビ天から染み出た油が程よいコクを生み出していきます。ツルツルで喉越しの良い麺でスープによく合います。そしてこちらの大ぶりのエビ天、食べてびっくり、揚げたて熱々でものすごく美味しいです。衣に染み込んだスープが口の中でじゅわっと広がります。あっさりめのスープと相性抜群です。チャーシュー、ほうれん草、ナルト、ネギ、メンマ、具材もたっぷり入っていました。そして私が注文したのはこちら天ぷらラーメン、味は醤油にしました。ラーメンは醤油派の私、一目見てこれは美味しいと思いました。スープに浮いている程よい油が食欲をそそります。エビ天は私の大好物、揚げたてなのでサクサクな部分も残っているのが嬉しいです。ただ私はちょっとつけて食べたい派です。岩内町発祥の天ぷらラーメンですが、どうやら近隣の町でも提供しているお店がたくさんあるようです。私も何店舗か過去に食したことがありますが、お店によって味が異なるのでいつか食べ歩きをしたいと思います。ご当地グルメに大満足、ごちそうさまでした。お店を出てお土産などを購入しながら再び町内散策、朝ごはんを抜いてきたのでもう一軒行きたいと思います。そう、やってきたのは静寿司さんの支店の方にお邪魔しました。岩内町でお寿司を食べる際はこちらにいつもお邪魔させてもらっています。実は到着時に一度立ち寄ったのですが、平日にもかかわらず満席だったのでお昼時をちょっと外して再び訪問しております。静寿司さんには私3世代にわたって通っているので、私の実家にはこの湯飲みがあります。酢飯の良い香りとともに到着いたしました。まずは手前から三階丼、6月から8月のみの期間限定の丼です。お値段は時価となっています。ネタはウニ、アワビ、イクラの豪華なラインナップ。夏が旬のウニは見るからに新鮮なのがわかります。まずは赤く輝くイクラから、一粒一粒がしっかりしていて上品な味付けで美味しいです。お酒のあてにもご飯のお供にもなるイクラ、私はご飯と食べるのが好き派です。そしてさすが旬のウニ、大ぶりでとても綺麗です。口の中ですぐに溶けていき甘みがあってうまいです。シャコタンといえばアワビ、相方は好物を最後に持ってくるタイプです。この食感と磯香りがたまらないと噛みしめる美味しさ、酢飯もとっても美味しく食べる手が進みます。お味噌汁はなんとカニとエビの豪華共演、汁物にしたい海鮮のトップ2から出る出汁は最高の味付けです。私が注文したのは鉄火丼、今まで鉄火丼はいろいろ食べましたが色がまずとても綺麗です。撮影を忘れて食べることに夢中になったほど、酢飯に使われているお米とっても美味しいです。せっかく来たのだからとお好みでお寿司も少し注文しました。数の子粒ヒラメです。ヒラメは3貫頼んでます。一つ一つが丁寧で安心感のあるお寿司です。ネタはもちろんですがガリもとても美味しいんです。いつ来ても美味しい地元のお寿司屋さんに大満足、ごちそうさまでした。お腹いっぱい大満足の後、知人宅に立ち寄る前に杉原精肉店さんに向かっていきます。こちらのジンギスカン、タレを注文するとその場でつけていただけるのですが、これがものすごく美味しいです。もろもろの用事を済ませていよいよ宿泊宿へ向かいます。街中で寄りたいお店が他にもあるので翌日に回します。チェックインの時間まであともう少し時間があるので近くにある展望台に立ち寄ってみます。それがこちら丸山展望台。
岩内岳の裾野にある標高231メートルの山の山頂にあります。駐車場から歩いて2分ほどで山頂に到着します。この日は風がとても強く曇天なのが少し残念。丸山展望台は2018年に日本夜景遺産に認定されています。また北海道4大夜景でもあるそうです。函館山、藻岩山、天狗山に続く夜景なので、今度は夜景も見に訪れたいと思います。山頂に到着すると東屋が見えてきました。ここからの景色がどうやら一番綺麗に見えるスポットのようです。その映像がこちらです。シャコタン半島と岩内の街並みが一望できる絶景です。景色も良く、のどかでとても癒される場所です。夜景では岩内の街並みの明かりが綺麗そうですね。緑色に茂った木々を眺められる昼間でも個人的には大好きです。無料で利用できる双眼鏡もありました。天気が良いとシャコタン半島の先端まで見えるそうです。展望台を出ていよいよお宿へ向かいます。途中の道から見える景色、とても綺麗でした。先ほどの展望台からものの数分で到着、本日のお宿高島旅館さんです。予約手段は電話予約のみ。料理、温泉、接客のどれもが最上級に素晴らしく、必ずリピートしたくなるお宿。滞在の詳しい様子は別動画で紹介しておりますので、よろしければそちらをご覧ください。チェックイン早々楽しむ日替わりのクラフトビール、素敵なテラスで木々を眺めながら飲む至福のひととき。待ちに待った夕食では新鮮な魚介類が所狭しと並びます。素材を生かして一つ一つ丁寧に調理された料理、こんな贅沢をして良いのかと思われる豪華で豪快な品々は何を食べても美味しい、そう心から言える宿でした。食後には一休みが必要なほどのボリュームで大満足。ちなみにこちらのお宿、温泉美肌の湯とも呼ばれる 100% 源泉かけ流しの温泉、開放感がある自然とヒノキの香りに包まれる露天風呂、木々を眺めながら入るサウナで体も心もリフレッシュです。朝食は食べるだけで心が休まるような優しいご飯、脂の乗ったホッケや手作りの塩辛、佃煮など、これでもかというほどの朝食です。名残惜しいですがチェックアウトの時間です。早々にリピートすることを決め、高島旅館さんを後にしていきます。2日目、最初の目的地はかまぼこ好きな私が以前から行きたかったお店です。こちら明治32年創業を兼ねた吉田かまぼこ店さん、岩内町で初めてかまぼこの製造を始めたという老舗のお店です。店内に入るとすぐに美味しそうなかまぼこがずらりと並んでいます。旬の食材を使用したかまぼこもあり、見ていて楽しいです。お店でお会いできた現5代目の奥様が岩内町の情報や町の魅力を SNS で発信していらっしゃる、とても素敵な方でした。どれもこれも美味しそうで迷ってしまいます。角焼きが創業当時の商品と知ったのは後の話、次回必ず購入予定です。レジ横商品に弱い我々、それぞれ食べたいものを購入。旬の食材を使用した季節限定の珍しいかまぼこもあります。常連さんが慣れた口調で注文していて、地元の方に愛されているお店というのが伝わってきました。相方が事前にチェックしていたかまぼこバーガー、金土日限定販売、まだ午前中でしたが残りわずかでした。帰宅後家に着くなり、光の速さで開封する我々、テープが一つ一つ異なっていて、お店の丁寧さが感じられます。まずはこちらネギ生姜ぼっこ、紅生姜とネギかまぼこという私の好物が詰まった一品です。お酒が欲しくなるうまさでした。こちらは見た目にもインパクトのあるアスパラさん、共和町のアスパラを丸々1本使用しています。中のアスパラがみずみずしく程よい食感でかまぼこと合っていて美味しいです。5月6月の限定商品ということでした。こちらはタコとかまぼこの最強の組み合わせ、タコロール、細かく刻んだタコが練り込まれているということです。おでんや煮物にもおすすめだそうですが、入れる前に食べてしまいそうです。こちらは珍しい名前の揚げ揚げ、岩内町の山下上限豆腐店さんとのコラボ商品、小揚げに1ミリのすり身を詰めて揚げたという珍しい一品、周りの小揚げがパリパリで食感も風味も最高です、笑っちゃうほど美味しいと絶賛してました。
最後はかまぼこバーガー、一口食べて次回も絶対購入するとつぶやいたほど美味しかったです。持った瞬間に感じるふわふわのバンズは岩内町の海洋深層水と道産小麦 100% 使用のベーカリーサンライズさんのパン。中に入っているギョロッケはチェダーチーズがたっぷり、通常のギョロッケはカマンベール入りだそうです。たっぷり入ったタルタルソースとの相性が抜群でとにかく美味しかったです。また岩内町に寄る際には必ず行こうと満場一致でした。少し食べるつもりがあっという間に完食です。タコロール美味しかったです。昨日もやってきた道の駅周辺に戻ってきました。岩内町のこの街並みとても落ち着く雰囲気です。続いては食後のデザート。明治36年創業、老舗の和菓子店三丸餅店さん、毎日つきたてのお餅をいただくことができます。店内はとてもおしゃれな和モダンな空間で、和菓子屋さんと言わなければわからないほどの内観です。ショーケースには大福やお団子などがずらりと並んでいます。早い時間に行かなければ売り切れになることもあるそうです。どれも美味しそうで迷ってしまいます。家で食べるように購入する予定でしたが、こちらをどうしても食べたくなり店内で食べるようにも購入していきます。いろいろな味があり迷いに迷った2つ。次はあれを食べようとまた来る時の楽しみができました。あんかけ団子の中から私はみたらしを選択。小倉あんとの迷いに迷いました。ツヤのあるみたらしがもう美味しそうです。早速いただいていきます。こちら程よい甘さのみたらしと弾力のあるお団子がとても合っていて美味しいの一言です。相方はさつまいもを購入。いつも即決の相方が決められないと苦しそうに悩んでいました。こちらもさつまいも本来の甘さが引き立っていてとても美味しいです。芋けんぴがアクセントになっているのがまたいいですね。サンマル餅店さんのお餅は初めて食べた時に弾力に驚きました。噛むたびにもち米の甘みが出てきてとても美味しいです。お店の方も丁寧で気持ちの良い接客でファンが多いのも納得です。あっという間に完食しお店を後にします。帰宅後のデザートタイムにいただきました。まず私はこの白というのをいただきました。こちらはこしあんが入った大福です。お餅は無添加で柔らかく、その日のうちに食べなければ硬くなってしまうという団子です。食べられる分だけ購入していきます。中のあんこも自家製あんで保存料なし、優しい甘さであんこの香りがとても強く美味しいんです。続いてこちらはお赤飯。昔から苦手と言っていたはずの相方が美味しそうと珍しく購入しました。北海道のお赤飯は甘納豆が多いですが、こちらは小豆を使用。一口食べた相方がこれは美味しいと絶賛です。風味が良く弾力のあるもち米と小豆のほのかな塩気が絶妙。もち米は契約農家さんが作ってくれているということです。人生で初めて買い物をしたお赤飯、次回は何を食べるか今から楽しみです。ごちそうさまでした。札幌に帰る前に我らのアイドルハッピーにご挨拶。いつも突然お邪魔しております。帰り道の途中、見てみたいところがあったので少し寄り道をしていきます。1985年に廃止された旧岩内線のホロニ駅が当時のまま保存され、記念館として一般公開されているホロニ鉄道記念公園。岩内線で唯一の保存駅舎と車両ということでした。中に入り驚きましたが、とても綺麗に保存されています。まるで時が止まったかのような空間で息を潜めてしまいます。当たり前ですが運賃表も昭和60年当時のまま。年だからでしょうか、鉄道ファンではありませんが、とても学ぶことが多い貴重な記念公演でした。帰路の途中、日記町にある気になっていたお店に立ち寄ります。甘味処白うささんです。隣接する農園白うさファームで採れた農家さん直営のスイーツがいただける、初夏から秋頃までの季節限定のお店です。お店の方はとても気さくで良い方で、試食の甘いさくらんぼやいちごをいただきながら待つことしばし。お店の横で飲食できるスペースがあったので、こちらでいただくことにしました。その商品がこちら、いちご好きにはたまらない農家さん直営ならではのパフェです。
私が注文したのは削りいちご&ソフトクリーム。凍らせたいちごを削ったものがそこにもびっしり詰まっています。甘酸っぱいいちごとさっぱりしたソフトクリームの相性が良く、とても美味しいです。最初に見た時は多いと思っていましたが、気づけば飲むように完食していました。相方注文は本日のいちごパフェ。この白いいちごは天使のいちごという種類だそうです。ソフトクリームは北海道の素材を使用したオリジナルだそうで、甘さ控えめ、シャリシャリした食感でとても美味しいです。そこに入っているいちごソース、甘酸っぱくアクセントになり、とても美味しいです。さすが農家さん直営、下にもいちごがたっぷり入っていて贅沢です。農園を見ながら味わう美味しいデザートに大満足、ごちそうさまでした。今回の岩内町1泊2日はここまでです。お店の方々も出会う方々も良い方ばかりで大好きな町です。美味しい食べ物と素敵な出会いがあった1泊2日、行くたびにまた行きたくなるお店が増えていきます。次はどこに行こうか今から楽しみです。この動画が良かったと思ったら高評価チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。したっけね。